皆さん、こんにちは。今日は2022年4月18日月曜日です。今日のテーマですが、中国の今の状態話をしたいと思います。特に自動車産業、産業のサプライチェーンに話しにしたいと思いますが、現在、中国の上海、西安、 広州などの大都会は閉鎖になってきています。現実としては中国では25以上の州と都市閉鎖の状態なんですよ。そして全国の高速道路は90%閉鎖の状態なんです。そうすると中国の生存業は大変です。まずこちらの写真ですが、 この写真は昨日の写真ですが、あの、上海において、もし上海で野菜とか友達いてますので、上海で物を買いますのが難しいですので、彼に私が買って送ってもらいます。そうすると、また買いやすいんです。そうするとですね、ここの値段見てほしいんですが、この値段というのは7,900。 7900円っていうのは約15万6000円です。で、この値段では、あの、リンゴはですね、5つあって、トマトは4つ。白菜はこれで4分の1の切りとなって、切れとなって、あの、半分ですね、2つありますので、そして、あの、キャベツは4つほどです。 四、えー、つほど二個半でしょうか半分ですので。そしてここはトマトの缶詰となりますが、これが一つのセットなんです。一つのセットでいくらかと言いますと、実はですね、これが100人分なんですよ。100人分で、えー、15万6千円です。なので、一つのセットでしたら1560円ぐらいですねで。そうすると100人で買わないといけないんです。まずは。これが条件なんですよ。100人で買わない 一人では買いませんので、まずは。で 買えませんので、100人、もしいなければ、たくさんを買うことです。これが非常に困っている状態なんです。なぜなら、送料が高いんですよ。これが現実なんです。他のものは買ってもいいんですが、送料は高すぎて、これがですね、一番安いんです。はっきり言えば。15万6千円でのものですが、一番安いんですよ。ただし、送料が高い、他のものは、ものは安いんですが、送料は高いで、あの、買えないんです。同じなんですよ。これについても話をしたいと思います。 と思いますが中国の製造業は主に組み立てる製造業なんですよ、産業なんですね。そして外資系の企業は今回は本当に大変です。自動車産業と半導体の産業は特に大変です。4月の前半ですが、上海を中心に、あるいは上海の周辺、特に浙江省、江蘇省、安徽省が影響を受けています。 中国の特徴なんですが、北側でしたら重工業がメインです。例えば、石炭の企業、製鉄所などは多いんです。南になってくると、半導体とか、IT 企業とか、アパレルとか、例えば、服、帽子、靴下などの産業になってきます。現在、約36%の企業は生産一時停止です。残りの企業は減産ですので。 原因としては輸送ができないからです。まずは原材料が入ってこないです。そして商品も輸出化もできないんです。つまり生産停止するしかないんです。 中国の自動車産業ですが、上海だけはですね、11%を占めています。半導体の産業では、上海は23%を占めています。そして、上海の周辺になってくると、中国の半導体産業の41%を占めています。 そして現在94、94%の自動車企業、現在はですね、原材料、部品がないので、減産して対応しています。あるいは、一時生産停止です。そのうち、約半分ですが、電気自動車です。つまり、自動車の産業は一番ショックを受けています。 自動車の企業は上海に事務所を設置しています。上海の周辺で工場を作っています。そして、 政府の了承を得て、従業員は敷地内で住み込みとなって、外には行かない体制で生産しようとしましたが、できないんです。原因としては、輸送ができないので、自動車は生産できません。来月になると5月です。中国には新車の生産はゼロになると予測はできます。 電気自動車にしても、普通のエンジンの自動車にしても、現在、中国の半導体企業は生産停止となっていきました。台湾の企業、ベカトロンですが、MacBook、iPhone の製造は一時停止となりました。上海の工場、すべて停止になったんです。周辺の工場も原材料がないので生産停止となったんです。 中国の製造業の3つの要素と言いますが、一つは従業員は流れ作業ですので、従業員はとにかくたくさんが必要です。今回は外出禁止ですので、仕事には行けません。なので困ります。 2. 産業のサプライチェーンが長いんですよ。流れ作業でしたら100点の部品を1つの商品にしますので、組み立てていきます。中に1つの部品がないと商品の生産はできないんです。3. 運送。つまり原材料がないです。そして自分が作った商品を出荷もできないんです。どちらにしても大変です。 日本では輸送、運送は大事ですよと、血液ですよというふうに表現されていますが、私は非常にこの言葉は好きなんですよ。しかし中国は4月10日前後ですが、中国全国高速道路を閉鎖にしようとしました。中国の交通省ですが、やめなさいと言っていましたが、でも地方政府はみんな聞きませんでした。 各地の地方政府は自分の地域の高速道路の出入り口を閉鎖にしました。高速道路から降りることはできませんし、自分のところからトラックですね、高速道路に登ること、入ることもできませんし、そして国道も閉鎖にしたんですよ。 4月15日において約80%の高速道路の出入り口が閉鎖にしています。4月11日にやめろよと言ったので少しは改善しました。まだサービスエリアです。交通省は閉鎖してはいけませんよと言っていましたが、でも多くのサービスエリアは閉鎖となったんです。原因は従業員は家に隔離されているからなんですよ。とても単純です。 現在、天津、海南島、中京、あの、観宿省、ね夏、雲南省だけ、ウープンの状態です。高速道路であっても、サービスリア、サービスエリアであっても、ウープンです。ただし、海南島で言われても、海の向こうですので、空いてると言われても意味はないんですが。 上海として高あるいは高層所ですが完全に閉鎖しています。つまり、地獄の交通省の命令に従わないんですよ。多くの高速道路は閉鎖の状態です。国道も同じですが。高速道路には多くのトラックが止まっていて、サービスエリアもない状態なんですよ。 これで判断できるのは中国の経済ですね。今年の前半、期待できないでしょうと思います。なぜなら、高速道路は閉鎖となって、でも、さっきも言いましたが、国道も実に閉鎖されているんですよ。ただし、報道はし,しないだけなんですね。各地の地方政府ですが、厳しく対応しています。特に、外から来たトラックを厳しく検査しようとします。 そこでですね、あの、生きているものを検査する機会がありますので、トラックの後ろにですね、前から後ろ照らしていきます。もし中に、あの、生きているものがあれば、すぐに厳しく検査すると。なぜなら、中に人が隠れている人の可能性もありますので、なので、厳しくチェックしています。そして、できるだけ自分の都市に入ってこないようにするんですよ。なぜなら、政府の内部には、仲良い。 特別待遇を受けることができるトラックがあるんです。例えばトラックの運転手と仲良い。あるいはトラックの運転、運営会社ですね。政府の官僚と仲が良い。そうすると特別待遇の通貨証明書をもらうことはできるんですよ。このようなトラックは自由自在に走ることはできます。あでも、これは事務だけなんですよ。これから話をしますので。 また、これでわかるのは、中国のこのゼロ政策っていうものですが、あの、ゼロコロナと言いますが、国策であって、習近平の命令なんです。交通省は厳しくできないんですし、命令して、閉鎖してはいけませんよと言いましたが、もしですね、強制的に閉鎖してはいけませんと言ってしまうと、あの、これで感染者ですね、増えてしまって、 交通者の長官が責任を取らないといけません。でも、言うことを言いましたし、あくまでも推奨ですよというイメージです。地方政府は自分の地域の高速道路を、その他入り口を閉鎖にして、自分を守ることでもありますので、やはりゼロコロナを優先することで、これで裏で商売もできます。その商売というのは通行証明書の商売です。 自動車産業についてですが、中国の産業を支えているのは製造業です。例えば、IT 企業とかゲームの産業ではないんですよ。あれはサービス業と言っていいでしょう。なぜなら、たくさんの従業員、例えば農民校であっても、出稼ぎ労働者であっても、製造業に勤務するなんですよ。普通は。ファビの c e o ですが、4月15日発言されました。このままでしたら、 5月になってくると、中国の産業、特に自動車産業、生産停止になるでしょう。4月14日、中国の商法記者、商本記者ですが、生産一時停止です。そしてテスラ自動車は、まあ今は3週間過ぎましたが、生産停止となりました。これで約4万台以上の自動車は出荷、 でできなくなくっってしまったんです上海にあるテスラの自動車の近企業会社ですが1日約2000台生産できる体制なんです。そして24時間体制で3個台です。自動車にはたくさんの,あのキャパシタ使われていますので現在そのキャパシタものが生産停止の状態です。ワーゲン生産時停止。マツダソニー味の素 例えば、ローソンであっても80、80%から90%営業一時停止です。中国で製造している部品がないので、日本の表情にも影響されています。そして、日本の方は多分、あまり大丈夫でしょうと、そんなに影響はないでしょうと思うかもしれませんが、日本の企業の特徴なんですが、原材料、そして部品を製造していますので、あまり表では見えないんですよ。 例えば、中国の電気自動車であっても、中国のドローンとかであっても、あるいは洗濯機とか冷蔵庫を見ても、外は中国製なんです。中の部品を見ると日本製ばっかりなんですよ。これが日本の企業なんですけれども、特徴なであって、あの、目立たないように、今ではありますが、目立たないように部品とか原材料をやっていて、世界のメーカーに 部品のメーカーとして提供していますが、これが日本の企業の特徴ではありますが、上海の政府ですが、一部の団地に対して物資の供給はしています。でも、どの団地に配布しましたいつ配布したか何を配布したか次はいつでしょうかすべて公開しません。どうして公開しないでしょうか原因というのはですね、裏で操作できるように しているからなんですよ。裏で売っているっていうのが現状なんです。聞いた話では、お肉は基本はないんですね。これは団地と団地の差が大体同じですが、お肉は基本はないんです。例えば、鶏肉と魚は基本はないんです。団地の政府、あるいは団地の 管理会社、あるいはこの地域の住民委員会ですね。良いものを独占にして売りますので。そして良い団地であれば、良い管理会社であれば、運が良ければ少しだけ独占して売りますので。そうすると、この団地の住民は少し分配できるものが多いですので、少しは幸せですね。住民たちはお金を出し合って注文していきます。 でも、トラックはこの地域に入ることができるかどうかは、区の政府、あるいは住民委員会の官僚が決定しますので、決まりますので、この権力はすごいんですよ。これでわかるのは、上海というのは特別な地域でもありませんし、他の都市と同じですね。住民たちが外出禁止にして、それをチャンスにして儲かろうというのが、 動いています。これがもう見えています。現在の問題点としては、団地の住民が少ないんです。例えばですね、特に一つ一棟だけのマンションでしたら、世帯の数は少ないんです。住民の数も少ないんです。住民が少ないですと、みんなでお金を出し合って、高さのものは買えないんですよ。ものは高いですし、そしてものより送料がどんどん高くなってきました。 原因としては、市内のトラックが自由に走ることはできないからです。なぜなら、さっき言いましたが、特別許可証が必要なんですよ。その特別許可証、通行証とも言いますが、欲しいですね。政府に申請しますので、それをもらうにはお金がかかります。そして、高いんですよ。その許可証の値段が高いですと、政府は嬉しいですね。売り側ですので。 そして、それを高くしてもらう、あるいは、現状維持、高いまま維持してもらうのは、やはり貴重にすることですね。つまり、あんまり発行しないことですね。貴重にすると、量が少ないので高いんです。そうすると、ユーザー、消費者にとっては、送料はどんどん高くなってきています。結果というのは、みんな欲しいです。 そうすると、たくさん買わないと配達してくれません。でも、送料は高いんです。買うには財布が痛いんです。現在、上海では美団。宅配の料金は200元からです。もう4000いきますね。そして、区内でしたら200元からです。区を超えると 3, 300元から600元ですね。もう5000、6000、7000いきますね。 そして1トンのトラックを手配して1回の配達でしたら600元からです。これが基礎料金ですので。つまり何を買っても送料は200元なんですよ。1つの野菜、お弁当1つ、お弁当箱1つ買ったとしても200元からの送料です。4000超えますので。これは非常にですね、高いんです。多くの方は自分の団地で買い物をします。 タコさん買います。買って、団地が人少ないので、親戚とか親に送ってもらいます。送ってもらうのは200元からですので、まだ高いんですよ。それがさっきの写真を見せましたが、本当に送料が高いんです。また、上海の若い子たちが大変です。なぜなら、上海の不動産は高いんです。家賃も高いんです。矢野師はそれを改造して、 タコさん、人を住めるようにします。そうすると、家賃ですね。一人当たり安くできますので。そして、住宅には、厨房がないのが普通なんですよ。まず、若い子たちは、料理はしませんし、料理を注文してタコハイですが、食べるのが普通です。例えば、カップラーメンなどで我慢することもできますが、あるいは、冷蔵庫もなかったりもありますね。そうすると、 今回ですね、野菜などを買っても、政府がそういう団地ですね、くれても、野菜とかくれても、食べることはできないんです。そして一番の問題ですが、中国の地方政府の命令ですが、今まで各地の地方政府は絶対聞きますので、命令に従います。今回は中国の交通省ですね、それをやめなさいと、高速道路をオープンしなさいよと言っても、 みんな聞かないんですよ。この影響は大きいです。中央政府の命令は聞かなくてもいいんですね。交通省の言うことを聞かないのであれば、中央政府は大変です。でも、中央政府は、やはり、一番上は習近平です。習近平の命令が一番ですので、それでいいんですが。 交通輸送者の長官ですが、李ー元総理の息子さんがやっていますので、李ーというのは、中国の、あの、元総理であって、天安門事件で裏にいたんですよ。でも、習近平との関係は仲良い,いんですが、息子さん,んですけれども。上海の次は西安です。現在、外出禁止とは言っていません。高度の制限だと言います。学校は基本ですが、オンラインにします。 全てのデパート、カラオケ、映画館、営業一時停止です。飲食店はお持ち帰りだけであればいいんですよ、と。西安では閉鎖しないと、政府は今でも言っていますので、でも大規模な PCR 検査を実施すると言いました。4月14日、PCR 検査を実施されて、しかしですね、私の聞いた話ですが、 やってる最中に政府はこれから厳しく人の移動を制限管理すると言いました。これでみんな慌てて買い物をしましたが、4月16日から一つの世帯で2日に一人だけ外出してもらって買い物はできます。 当電はできませんけれども、マイカーはでき、まあ禁止ですので、交通機関も営業停止ですので、あくまでも住宅地の周辺で買い物はできるんです。西安は1300万人の都市ですので、上海の約半分です。去年12月23日から西安は閉鎖となったんですよ。当時と同じ政策で今は対応していますが。しかし当時は、 閉鎖だと言いました。今回は人の移動の管理です。しかし、感染者がやはり増えてきましたので、当時ですが、多くの方をバスに入れて、郊外に移動してもらいましたが、今年の1月、西安はオープンになって、処理しましたと宣言しましたが、しかし、約3ヶ月はいかないですね。2ヶ月ちょっとですが、まだ今、閉鎖となったんですよ。 ただし、前回と違うところですが、スーパーは営業は可能です。市場には、あの、まあ、場所にもよりますが、ダメなところはありますし、でも、あの、行けるところもありますが。飲食店は営業は可能ですが、店内での飲食はできません。当時は今年の1月でしたが、飲食店も営業はしてはいけませんでした。まだ、西いでわかるんですが、コロナというのは処理しました。 処理しても一時的なものであって完全にゼロになることはできないんです。完全に処理するのは無理です。そして処理しましたと政府は宣言しました。2ヶ月後、3ヶ月後、まだ閉鎖はできるんですね。やはり恥知らずなんですよ。でも政府は今回は閉鎖とは言いませんので臨時性管理政策と言います。つまり臨時的に一時的な えー、移動の管理という意味ですが。そして、中国の訓山、訓者ですが、沈黙地と言います。これは閉鎖とは言いません。沈黙地と言います。静かに沈黙の期間です。実は閉鎖なんですよ。体験は、六五の九、封鎖と言います。実は六段です。仏山では、不和者ですが、平和を維持する管理です。まあ、これは一番面白いですが、平和を維持する管理。 イコール、ロックダウンです。実はみんな閉鎖なんですよ。でも、閉鎖とは言いません。閉鎖の施策をやり方でやっているんですよ。でも、閉鎖とは言いませんので、もしですね、市民がこれは閉鎖ですと言ってしまうと、逮捕です。これが中国政府なんですよ。しかしですが、上海では一つの印刷の工場は本当にすごいんです。例外なんですよ。 政府から緊急生産再開命令と、あの、出ました。原因としては、4月25日までに、あの、ある本を出版します。この本です。習近平在上海と言いますが、習近平上海の足元というイメージですね。そして15万本出版されますので、この印刷の工場だけ生産再開できました。これが中古なんですよ。 上海の使用所についてですが、急いで作っていますので、雨漏れは、あの、この前、前、先週の動画で話をしましたが、雨漏れはしますし、そしてゴミも収集しませんし、そして、あの、トイレもすごいんですよ。もう元々足りませんので、みんな、長い列となって、順番でトイレ行こうとします。もう、片付ける隙とはいませんので、 ただしですね、市場所にいると、食事の心配はありません。オペントはありますので。ただし、退院できましたと。車はありませんので、自分の家族は迎えに来ることはできませんし、タクシーもありませんし、バスもないんですよ。そうすると、周りの自転車シェアリングで移動しますので、 ま、遠いでしたら、もう数時間かけて自宅に移動しますので、例えば郊外に移動されましたら、この使用場ですね。だいたい郊外にありますので、市内に向かっていくと3時間、4時間かかりますので、自転車ですね。そして、自転車シェアリングの自転車はパンクしないんです。え、パンクしないというか、そのタイヤが空気を入れるタイヤではないんですよ。普通のゴムのタイヤですね。なので、重いんです。 あの、いっぱい踏んでも踏んでも走れないんですね。スピードは出せないんです。それが、あの、私の経験なんですが。そして上海の政府もそうですが、中国の各地の政府は、運転手、あるいは運転会社ですね。あの、運送会社。と仲良ければ、この会社に、あの、通行証明書、許可書を出しますので、そこでは運営できるんですよ。 そういうことをやっています。なので、運賃が高いというのは、あの、喜ぶというのはセーフですね。そして現在ですが、あの、別に運転手は喜ぶことはないんです。運転手からにすれば、早く再開して、いっぱい仕事した方がいいんです。なぜなら、たくさんの運転手は家にいてますので。あくまでも、少しの運転手だけ外に出て、あの、トラック、 乗ることはできますが、多くの運転手さんは中に、家の中にいて,、ま、いてますので、仕事しようとしても、したくてもできないのが今の現状です。今、大変なのはですね、住宅ローンの方なんですよ。上海の不動産は高いですし、見えなローンいっぱい抱えて、一生懸命働いて、夫婦でしたら、一人分くらいの給料は消えるんです。 もう一人日本の給料で、あの、生活をするというイメージですね。それでも、足りるか足りないかですね。上海の不動産は高いですので、そこでは住宅ローンが払えない人は出てきます。ただし、1ヶ月ならいいんです。2ヶ月、3ヶ月でしたら、難しいと思います。うん、これが、そして、会社ですね。あの、会社、そして収入ですね。どうするのか。これもまだ問題なんですよ。 当然ですが、目の先にある問題は食べ物ですね。食べ物がないんです。これが大変ですね。なので、ね、その原因のもとというのは政府なんですよ。 政府です。世策が悪いですし、そしてロックダウンにして、そこまで国民、市民ですね。そういう生活を考えていなかったんですね。それが今の、あの、現実となってきていますので。なので、私の上海の友達は本当にショックですね。もうこれが上海ですかと。まさか上海人なんですよ。も、ま、う、あ、生まれからですね、お父さんお母さんもそうですが、本当にショックですね。そういうのがありますので。 また、あの、上海の状況、中国の状況を話をしたいと思いますが、この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。